このムーはエルザ様に我が国と大陸の未来を託した。我がマナと敵が尽きるまでこの手は魔法を放ち続けるであろう。さあ主役の登場よ。私の快進撃見せてあげるわ。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。ブラックバードの力見せてやる。俺の指示に従え。お主役登場。行くわよ。やご命令を。わかりました。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。俺の指示に従え。
盛り上げていくわよ。やあ、行くわよ。エルザ様のために。ご命令を。わかりました。私の指示に従えば負けはせぬ。お前さんに耐えられるかの。ブラックバードの力、見せてやる。
よし、やるぞ。参りましょう。私の指示に従えば負けはせぬ。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。わしの指示に従えば負けはせぬ。
俺の指示に従え。肝心だな。それでは。
参りましょう。仕方ありません。私の力不足です。上出来じゃ。みんなご苦労じゃった。ちょっとちょっとシュガー、もう評議会に行かなくちゃならないんだってば。手を離してよ。すぐそこ。ほんとすっごいプリティな音色なんだから。やだ、ここってブラックバードの宿舎棟じゃない。いいこと、シュガー。ムーアおじいちゃまにあまり近づかないようにって言われてたんじゃない？これは？ねえ、聞いたこともない音色でしょ。ほら、あそこにいるあの人が時々ここで弾いてるの。エルザお姉ちゃんに聞かせたくって連れてきたんだから。こら、ダリアン、貴様エルザ様の前でマスクを外しておるとは一体どういうつもりじゃ。懲罰棒にぶち込んでくれる。待ちなさい。ブラックバードの宿舎に近づいた私が悪いの。この人はただ休んでいただけだわ。あ、エルザお姉ちゃん、あの人行っちゃったよ。え？エルザ様、あの男にはお気をつけください。騎士としてはかなりの腕ですが、いかんせん気に入らないことがあると指揮官の言うことも聞かないっていう男です。あの楽器は？は？ほら、あのダリアンっていう人がここで時々弾いてるでしょ。バレロとかいうバレット族に古くから伝わる楽器らしいですわ。何でも死者に呼びかける音楽だとか。湿っぽいったらねえですわ。そんなことないわ。おじさんにはあの音色の良さがわからないだけ。チェ、
大魔法師ムーア様のお孫さんにそう言われちゃこちらも何も返せませんや。失礼します。あの人のこといじめたらおじいちゃんに言いつけちゃうからね。たっくもう、どうして大人ってバレット族のことを悪く言うのかしら。多分あの人たちの能力が私たちの何倍も優れてるから。大統領が？それとシュガーのおじいちゃん大魔法師ムーアもね。だから騎士団の上層部はあの人たちの身分を低くしておくことで自分たちの優位を保とうとしてるのだって。どういうこと？シュガーにはまだちょっと難しいかな。とにかく父は自分が大統領であるうちになんとかブラックバードの部隊を一級の騎士団に格上げしなくちゃってしょっちゅう言ってるの。自分の代でそれができなかったらエルザ、お前がそういうバカな差別のないルーンの騎士団を作るのだ。そんじゃエルザお姉ちゃんが次の大統領になるんだね。よし、その時は私が大魔法師になってお手伝いしてあげる。お願いね、シュガー。でもそれにはぼちぼち魔法の経典初級編合格しないとね。それを言わないでよ、それを。ダリア、どうしたらあんな音を奏でられるの？悲しくてとっても悲しいのに、なんだか全身を優しく包み込んでくれるような。
よし、次だ次。もっとお役に立てそうです。